神戸港は、兵庫県神戸市にある港湾。港湾法上の国際戦略港湾に指定されている。日本の主要な国際貿易港の一つで、スーパー中枢港湾の指定を大阪港と共に受けている。1868年に1月1日に開港。神戸港有形六港山の連なる山々から、大阪湾に至る急瞬な地形によって、 水深が急激に深くなる特徴から天然の良好として知られる日本を代表する国際貿易港。高速法、関税法上は天賀崎西宮芦屋港、大阪港、堺仙北港と合わせて阪神港と称される。その歴史は大輪電白や兵庫津と呼ばれた兵庫港に始まり、かつての都であった奈良や京都と、 日本国内の東西航路や大陸との交易の拠点として古くから栄えてきた。また、商業や工業が集積する大阪に近いこともあり、近代以降も国際貿易の拠点として規模を拡充した結果、1970年代には阪神工業地帯の輸出港として海上コンテナの取り扱い個数が世界一になるなど、世界有数の港として知られていた。 日本の物流機能に対する役割を担うために、オーバーパナマックス船への対応をした、国内初の大水振興企画コンテナバースの共用の開始や、1960年代から行われたポートアイランド、六甲アイランドの建設や、メリーケンパーク、神戸ハーバーランドといった観光や商業施設の開発、沖合に神戸空港を開港するなど、 日本のウォーターフロント開発の先駆けとなるものも多く、各地に与えた影響は小さくない。また、後輩地たる神戸市街地は、明治時代に神戸外国人居留地として整備された建造物が数多く残っているほか、エキゾチックな市街地の雰囲気や、神戸の夜景スポットとして非常に有名なハーバーランドやメリーケンパーク周辺は、 観光地としても人気の高い地域となっている。六甲アイランドコンテナバース2017年現在の神戸港における港税は次の通りである。コンテナ取扱量は2000年の時点で世界23位であるが、北米航路、欧州、地中海航路の機構数は多く、中枢国際港湾として機能している。なお、2015年の時点では、 東京30位、横浜52位、名古屋56位、神戸59位、大阪60位、と日本の各校は軒並み順位を落としているが、国の国際コンテナ戦略港湾政策などの後押しもあり、その後は2018年にかけて右肩上がりの成長を続け、震災前の水準を取り戻している。奈良時代に五白の一つとして大輪連泊が整備される。 これが記録に残っている上での神戸港の始まりである。建築士、建闘士の時代を経て、平安時代以末、つ、平野清盛によって、大輪連泊の集築が行われて、人工島、京ヶ島が建設されて、日宋貿易の拠点となる。その後、そ長元による改修を経て、鎌倉時代に、国内で、第一の港として、兵庫津と呼ばれた。室町時代に、 兵庫津は日民貿易の拠点として、再び国際貿易港としての地位を得る。江戸時代には、鎖国政策の下で、兵庫津は西回り航路の北前船や内海線の要航、朝鮮通信使の寄港地として栄えて1万人前後の人口を誇る。また、名だ伊佐都として酒造りが活発になったところでもある。1863年。 江戸幕府の軍艦奉行であった、勝海舟は、解剖のための幕臣の教育施設として、海軍総連署の設立を、五福将猛や吉兵衛が資材を投じて浸行させた、船た出場を利用することを考え当時の将軍であった、徳川家持に建築した。翌1864年、明治維新に、多大な功績を残した、坂本龍馬が塾長を務めた諸藩の志士のための、 海軍塾と共に開設されたが、価値の更迭と同時に、神戸海軍総連署と神戸海軍塾は閉鎖になった。同じ年に建てられた解剖のよう、和田三崎放題が、今も神戸市兵庫区に現存している。開港100周年の1968年には、海軍総連署があった場所に、史跡旧海軍総連署跡石組が混流された。 1858年、日米修好通商条約により1863年1月1日に、開港が定められたが、朝廷の反対により、ロンドン覚書によって5年後の1868年1月1日、兵庫津より東にある、海軍総連署があったあたりを事実上の、兵庫港として開港が実現した。兵庫開港に至る経緯については、 両都両公開司開港延期問題、文久県温施設、兵庫開港要求事件、神戸外国人居留地兵庫開港、柴田武中も参照。摂州神戸海岸繁栄図、明治時代の神戸港、神戸は当時、開港場一帯の村の名前でしかなかったが、公文書には、開港直後の1868年には、神戸港の名称がすでに現れている。 やがて外国人の手によって、居留地ができ始め、西洋文化の入り口として発展して、神戸の名が著名になっていった。1872年、和田岬に、和田岬灯台が設置されて1892年に、直例により、旧世田川河口から和田岬までの全体が、神戸港となる。一方、国際港都となり、人口が急増した神戸では、 1890年に、これらが大流行して1000人余りの死者を出した。これを踏まえて、議会の紛糾や、日清戦争による中断を経ながらも、1900年には、国内で7番目となる、近代水道が整備された。布引き五本松園庭からもたらされる成長で高度が、低い水は、赤道を越えても腐らない水と世界中の船乗りから、好評であった。 政府の布告強兵策による近代化で工業が貿易とともに起こり次第に大阪とともに阪神工業地帯を形成していく日清戦争後には香港、上海をしのぐ東洋最大の港となって商社鈴木商店などに代表される海運業が流星ロンドンニューヨークハンブルクと並ぶ世界四大海運市場として世界に名を知られるようになっていった 1933年、第1回港祭りが開催。中東径付近を打ち上げ場所として、花火大会が行われた。戦前の花火大会は、1935年の第3回港祭りで幕を閉じるが、1948年の第16回港祭りで再開され、入港数の増加を理由に中断する1960年まで続いた。 1971年には第1回港神戸海上花火大会が開催されている。第二次世界大戦時はイタリア極東艦隊やドイツ海軍などの数軸国の仮想重洋艦や U ボートなどの活動拠点として横浜港と共に機能した。第二次世界大戦での敗戦により神戸港は連合国軍最高司令官総司令部に接収される。 1951年、占領は解除となるが、朝鮮戦争やベトナム戦争の影響から撤収は段階的なものとなり、最後まで GHQ に撤収されていた、新港第六特定が返還されたのは1974年のことである。返還の翌年、神戸市議会の全会一致により、各兵器積載官邸の神戸港入港拒否に関する決議を採択。 寄港する外国軍の艦船に比較三原則に基づく比較証明書の提出を義務付けた。アジア最大のマザーポートとしての地位は戦後も揺るがず日本の高度成長期の発展を支えた。1967年に日本初のコンテナターミナルを備えたマヤフ島が竣工9月にコンテナ専用船が日本で初めて着岸した。 外債の発行など財源を工夫しながら、時代の先を読んで実施した、港湾整備が走行し、同年には、全国の輸出額の27%を占める、トップ級の地位を確立した。1970年代半ばから1980年代はじめには、コンテナ取り扱い個数で、アメリカのニューヨーク港、オランダのロッテルダム港と並ぶ、 世界有数の国際貿易港として栄えた。しかしながら、1980年代から1990年代にかけて、香港、台湾、シンガポール、韓国などで港湾が強化されてくると、1976.1977年には48%に達していた、神戸のコンテナ貨物に占めるトランシップの率が1982年から20%台にまで、 低下するなど、徐々に、陰りが見え始めた。1995年1月17日には、阪神、淡路大震災によって、甚大な被害を受けるが、約2ヶ月後の3月20日には、マヤ不当で、コンテナの積み下ろしが再開される。2年後の1997年3月31日には、全面復旧し、5月19日に、 神戸港復興宣言が出される。しかし、東アジア諸港から集荷していたトランシップ貨物はアジア諸港へのシフトが進んでいる最中であり、これが震災によって白車がかかることとなる。1994年に6位だった国際順位は2000年以降20位以下となり、不残港にハブ機能を譲り渡した格好となった。 大型化する船舶のための十分な推進を実現できなかったことが神戸降水帯の直接的な要因であるがその背景には震災後に復旧以上の支援は行わないとの国の方針が出されたこともあって傷ついた港を国際ハブ港の条件を満たす仕様に改良することを目的に当初計画されたドラスティックな工事が 復興予算の都合により実現できなかったことなどがある。神戸港の全コンテナ取り扱い個数に占めるトランシップ貨物の比率は震災直前の1994年で31.6%あったが2007年の時点では震災前の4%にまで落ち込んでいる。内港フィーダー貨物及びローカル貨物は 震災前の貨物量もしくはそれ以上の貨物量に復活しているが、前述のトランシップ貨物量の減少により、平成19年の総貨物量は、震災前の1994年実績の75%で、ある。港湾施設面では、順調に復興を遂げた、神戸港ではあるが、震災の経験を記憶するために、港の一角には、震災当時の状態を保存した。 神戸港震災メモリアルパークが設置されている。なお、1907年から2003年には、船舶との貨物提携輸送を行うために、貨物駅の小野浜に扱い所神戸港駅が港に設けられて運行されていた。高浜岸壁から中突定を望む神戸港は、大阪港と連携しながら、コンテナ物流面での国際競争力強化を図る。 スーパー中枢港湾の指定を受け、ポートアイランド2期コンテナターミナルの一部を対象に、行政支援策が注入されている。外交客船には、もっぱら、神戸ポートターミナルに着岸させていた。2006年1月11日から、州特定旅客ターミナルに、税関、入管、検疫の出入国機能を設けて、着岸できるようにしている。2007年と2009年には、 神戸ビエンナーレという現代美術を軸にする芸術文化の国際的な展覧会が神戸港を含む神戸の中心地などで開催された。震災からおよそ10年を経て見事に復興を遂げた神戸が被災地というイメージを取り払いさらなる飛躍を図るとともに芸術文化の街として活性化することを目的としている。2009年より新たな試みとして 神戸スイングオブライツが8月3日から23日まで神戸市中央区ハーバーランドモザイク周辺で開催された。これはジャズのリズムに合わせ色とりどりのサーチライトやレーザーが神戸港を照らす音と光のイベントで香港で行われている光と音楽の祭典シンフォニーオブライツを参考にしたもので主として新型インフルエンザから立ち直った。 神戸の姿を全国にアピールし、風評被害により減少した観光客数の回復の実現のためである。神戸湖一帯は2010年に港オアシスとして登録され、神戸ポートターミナル、鳩場町点々の2施設を基本施設とする港オアシス神戸として観光、交流エリアともなっている。同年、日本国政府が神戸、大阪両を 阪神港として国際コンテナ戦略港湾に選定するなど、物流を再び神戸港に取り戻そうとする動きが見られ、地方港の輸出入貨物を神戸、大阪港に集める施策などにより神戸港のコンテナ取り扱い個数は2016年に阪神大震災前に近い水準まで回復、クルーズ船の誘致も進められている。ありがとうございます。